こんばんは。こんばんは。ヘネザコーチ。はい。今日は久々の出演ということで、はい。大変嬉しいです。はい。楽しみにしてます。結構ね、ヘネザコーチのレッスン生多いんで、いろいろ見ていただけると思うんですけども、はい。今日はですね、はい。結構ボレーで、返したいんですけど、どうしてもなんかスイングが大きくなっちゃって、はい。返せない。はい。そうやってちょっと一生懸命やってるんだけど悩んじゃってる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、そういう方に向けてなんか矯正法とかなんかヒントになる動画があったらぜひお伝えください。はい、わかりました。はい、フォアハンドボレーですけど、こうやって大きく、振っちゃう人に対しては、軽くね、矯正法としてコンパクトにラケットを振ってほしいんで、ちょっと肘を持ったまんま、ここで少しコンパクトに顔の高さから胸の高さにちょっと上から下にダウンスイング使っていくと、コンパクトになっていくと思うので、これがこういう風に入っちゃうとどうしてもこういう感じでラケット振っちゃう人いるとは思いますので、ちょっと自分で肘を持ってもらって、このまんま小さくコンパクトに打っていくってとこやっていくと、少しラケットのテイクバックが小さくなってスムーズにボレー打てるようになっていくと思いますので、ぜひちょっと左手を添えてボレーをしていくってとこやってみてください。なるほど、左手をちょっと添えて。だいたいラケットって見える視界の中に置いとくぐらいの感じなんですか？そうですね、前を見てもらって視界の中でこうやって後ろまで見えちゃうんで、顔は前に残したまま、ちょっと視界に残る形でしっかりと、上から下にスイングをしていくっていうところがあるといいと思います。なるほど、わかりました。じゃあこの後ちょっと打ってる動画をよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ実際にちょっと打ってる感じで解説をぜひお願いします。はい、わかりました。じゃあまずはこういう人お願いします。こうやってラケットを引いちゃってる人、こうやって引いちゃってる人は、ね、失敗しちゃうんで、ここをコンパクトにお願いします。こういう入り方したいんで、ちょっと肘を持ってもらって、ここからこういう形、そうするとラケットがコンパクトに入っていくと思いますので、ちょっとここが意識できるといいと思います。これがこうならないように、こうならないようにちょっと肘をしっかり持ってもらって、こういう入り方をちょっと意識しながら、よいしょ、とテイクバック小さくなって綺麗にボレーができると思いますので、ちょっと皆さんぜひこの感じをやってみてください。このあれですね、この練習だったらご自宅でもね、こう肘こう持っていただいて誰かに投げてもらって打つことができるんで、結構自宅でもできるような矯正法ですね。はい、そうだと思います。はい、ちょっとね、家でも試していただいて、実際にまたね、このリトルプリンスをお越しいただいてね、オンコートでしっかりまたね打てるようになっていただいたら素晴らしいなと思います。。はい、ヘネザコーチ、本日は解説ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ぜひレッスンで待ってますので来てください。